ます。こうした中で迎えた西武ダイエーの5回戦、まあ、ここまでの対戦はあの開幕の派手な打ち合いもありましたが3勝1敗とダイエーがリードしています。注目の新外国人ミッチェル、まあ、この西武球場での打席となればなんといっても開幕で打った満塁ホームランです。このミッチェル選手ですが、あの自分を評価するのにはですね、ツーストライクからのあと自分の価値があるという話をよくするんですがね、相手の組み立てを見ながらきっちり打っていくということで、しかもあの日本の投手で初めて対戦する選手が多いわけですね、ですからあの1日の中でもですね、3打席目4打席目にヒットを打つケースも多いんですね。したがって野瀬さん、振り回すタイプではなくてですね、非常にこの状況を見たバッティングというのが上手い選手ですよね。そうですね。ですから王監督もそこに信頼を置いてましてね、あの状況によってきちっとそのうまくミートするときと思い切り打っていくときと、その区別をしっかりしている選手だという評価をしてますね。昨日神戸で7試合ぶりのホームランを打ったミッチェルを迎えている石井、今シーズンは4勝と好調なんですが、まあ、ピッチャーの心理というのはそういうもんでしょうか、まあ、これから悪くなるかもしれないし出来すぎですよと言ってます。まあ、そういう気持ちになるのも近藤さん、4勝目の実は千葉ロッテマリーンズ戦があまり状態が良くなかったですよね、はい、あの本人はね、立ち上がりからどういうわけかイライラしてしまったと、コントロールが自分でもわからないけど良くなかったという話をしてますね。伊藤も同じようなことを言っています。どうも最初から石井はあの試合はカリカリしていましたよと話してくれました。お客様、サイドボールにご注意くださいませ。このミッチェル選手、あの実はバットに少しひびが入ってるんですよね、そこにあのテープを巻いてるんですが、この実は福岡ドームの日本ハム戦でですね、逆転の決勝タイムリーを打った時にひびが入ったんですけれども、これがやはり気に入っていてですね、他のバットを使えないということなんですね。であのこのバットそのものも日本製なんですが、他のバットは使えないということで、この重い1キロを超えるバットを使っています。そんなバット折れて西武の選手が当たったら大変ですよ。まあ、大事に使いたいというところですね。そうなんですね。あのですからあのほんのわずかそのひびが入っているというので、なんていうんですか、それこそ本当に大きなひびが入っていたらそれはもちろん使えませんけれども、あのテープを巻けば無難だということでですね、使ってますね。あ、グリップのところにテープが少し見えますね。野瀬さん、ミッチェル自身の体調は決して良くないと思うんですよね。そうですね。あの風邪をひいてますしね、今日もあの咳をしながら練習していましたけれども、話を聞くとあの、ベターだというふうにですね、にっこり笑ってますし、でその辺は大丈夫だと思うんですよね。ただあのこの人は本当に明るいですからね、チームメイトとも本当にこうなんていうんですか、溶け込んでますね。粘って今度が10球目になります。まあ、今野瀬アナウンサーから紹介がありましたように、一発を狙うというよりも非常に状況のバッティングをする、このケースも好投手の石井に対して非常にボールをよく見ています。それでこのミッチェル選手はですね、バッティングフォーム極端に前傾する、いわゆるクラウチングスタイルの時とですね、スッと立つ時とですね、これあのピッチャーによって、あるいは打席その打順っていうんですかね、その時の状況に応じてね、その立ち方変えるんですよね。あのどちらかというと前傾を深める時というのはですね、一発狙ってくる時が多いんですよね。今度が11球目、よく見ます。
この石井も大英ホークス戦は今シーズンの初登板です。したがってミッチェルと初めての対面になります。石井は今日8時50分に球場入りしたんですが、中6日の調整非常にうまくいったというふうに話してくれました。登板の1日目は休養、それから長距離走の日、中距離走の日、短距離走の日ときて、5日目にピッチングをして、昨日はランニングなど軽めの調整、そして対大英戦のミーティングをしたということです。最後は結局レフトフライ。しかし同じワンアウトを取るにもピッチャーの石井は相当苦労しました。